1> 第1回目の今回は知的財産の全般についてですね25年間以上九州の地で中小ベンチャー企業の知的財産保護に携わってこられた弁理士の加藤久志先生ですよろしくお願いします創業30年の機械製造メーカーです今まではお客様の依頼に応じて機械装置を作ってきたのですが受注に大きな波がありますので 経営の安定化のためには今後は少ししずつオリジナルブランドの製製品を製造販売したいいと考えていますそのような状況ですので今までは特許や商標に関して無頓着だったのですが世の中が知財知財というようになり私どもも今までに培った技術力や新製品を知的財産として経営に生かしていきたいと思っています。 しかしながら知的財産に関して全くの素人でそもそもどんなものが知的財産として保護されるのかまたそれをいかにして掘り起こすのかなどなどについて教えていただきたいと考えていますと創業30年の製造機械メーカーの方が、はいえー、まだ今まで何もやったことがない、うんえー、こういう方やっぱり多いんでしょうかあの私の経験からすると非常に多いですよね。本当にももっったいないたいない気がしますす一言で言でででうのは難しいんですけれども、うん、ここで言ってます知的財産 はい、というとですね今日の本論であります特許のほかに、はい、ノウハウとか、はい、え著作権とか、まあ、いろんなものを非常にこう広範囲なんですけれども、はい、特に我々が扱っている要するに特許庁が所管する権利としては特許権実用信案権意償、はい、権商標権、まあ、この4つが主なものなんですよね。はい、特許権はですね一言で言うと技術的なアイディアですね。はいうんうん なんか従来できなかったものをこういうふうにこう工夫してできるようにしたとか、うん、まあそういう技術的な工夫が特許とっていうと技術,技術って何なのって話になりますんで、うんうん、何かこう工夫すればなるというふうにお考えになった方がいいと思いますね。 ビジネスモデルとか AI とか、はい、ああいうものって、まあ、一見技術でなさそうな部分もあるんでですね一見技術に見えないものでも特許となりうるとそういう可能性はありますあるんですね、えー、実用信案件はですね、はいまあ、特許と実用信案って非常に似た制度で、はいえー、一言で言うと特許は大発明、はい、実用信案はあの大発明に至らないようなですね、はい、ただこれはあまりですね、はい、あの厳密に今審査上はあまり差がありませんので、はい 双子の精度がなるほど一生懸命というのは一言で言うとデザインですよねうん、うん、特許というのは技術ですから、はいえー、理屈がいるんですねうですこういうものを考えて従来できなかったらこういうことができるようになりましたという一つの理屈がありますが一生懸命は,いえー、はすデザインですので従来にない新しいものであればその 理屈抜きに登録することができます。新しいってことをこ証明できなきゃいけないわけです、ね。そうそうですね。そして四つ目が商標権。商標権ですね。はい、これは非常に今あのトラブルが多いですよね。あの皆さん方の会社とか商品名、はい、なんかなんか名前つけますよね。でその時に同じ名前の商品がいっぱいあったら何を目指しに買っていいかわかりませんので、まあ登録することであの日本国内でその人しか使えないようにするというのは商標権。 例えば青汁とかもいろんなところが青汁出したじゃないですか。その中で商標権っていうところは、例えば旅行青汁とかなんとか青汁とか、そうですね。うん、だから商標権って何でも言葉が登録されるわけではなくて、例えばその普通名称的なものとかですね、誰でも使わなきゃいけないようなもの、そういうものは一個人に登録されることはない。うんはい、例えばうどん屋さんうどんうどん屋さんがです。うどん屋って登録して、うんうん 他のの人が使えないいっってうのはちょっと不合理でだから例えば先ほどの緑黄青汁だったら緑黄というところにその商標としての機能があるとまあそういうふうにお考えいただいていいと思いますね。共通しているのは特許庁が先ほどおっしゃるように特許庁が所管しているのと自らが動いて出願をして権利を取得するという、はい、そういうプロセスがいいの はい。それビジネスいらないものもあるんですね。著作権はですね、これ自然発生的に発生します。はい、なるほど、なるほど。ただ非常にやっぱりこう登録してないとどこにどんな権利があるかわかんないですよね。確かに。我々中小企業からするとこの。 特許権とかそういう権利があるのはわかるものの、うん、そこにやっぱ出願するのにやっぱお金がかかったり、うんうん、やっぱ定期的にそれを保全するためにもお金がかかったりするわけですからやっぱり何らかの経済的メリットなりですね、うん、何らかがないとやっぱりそこに動機づけなかなかされないわけですけど、うん、お,おっしゃる通りですねどういうものがあるんでしょうか一番大きいのはやっぱりあの知財を持つことによって、はい、え利益を上げることができる価格決定権のあるものを持ちたいっておそらく ほとんどの経営者が思思っていると思うんですねどこにでもあるやつだったらそれ価格競争とか、うん、それしかなりませんよね,、うん、で,ねでもうちにしかないっていうんだったらやっぱりこう価格決定権があるっていうか非常にこう有利な展開ができる確かにまさにそういうものを作り出してそれを守るのがやっぱり知的財産制度の役目なんですよね。でもう一つ言いたいのはあの今回のご相談者もそうなんですけど、うん、あまり難しく考えすぎずにですね、はい こんなの当たり前でしょっていうのは案外権利として成立したりうあのそういうものが非常に有効だったりする傾向があります。そうですか。はい、例えばそういう我々みたいなベンチャー企業あるいは中小企業が自社のどこにその知財があるのかっていうことを調べるとか理解するためにどういう手続きが可能なんでしょうかまあ一言で言でうと、 まずご相談くださいということですよね。ベ、うん、ニスさんに相談して。えー、自社のビジ,ビジネスモデルとかサービスの内容を説明したら。こういうとこ、こういうとこ、こういうとこが知的財産ですよっていうふうに。ご指摘いただける。そう,そ,うそう、そう<ー>、そう。なかなかですね。自分で自分の良さっていうのは見つけるの難しくってですね。あの、よくある傾,傾向がですね。はい、例えば、その。よそからですね。えー、他人が特許権取って、えー、お前のとこは。これは特許権侵害だからやめろという、例えば警告書が。 したとした時に、はい、ほとんどの場合にはですね。はい、その受ける側ですよね。傾向者北側、はいはい、昔からよくやってたっていうケースが多いんですよ。じゃあ、その昔からやってたことを証明してくださいよって、言ってできないですよね。昨日、今日の話だったら、まだいいんだけど。十、うんうん、年も二十年も前の話を証明しろって,言っても、なかなかできない。うんはい、結局、やっぱ、泣き寝入りになる。うん、そういう傾向はですね。うん、権利として保全して、うまくやれば。 要するにこうまたた逆転ですよね、うん、武器として使えたのにやれな,くなる、うん、確かにでその,その時にですねじゃあなぜじゃあ昔からやってたんだったら権利としてね、はい、取ってけばよかったんじゃないですかって言うじゃないですか。えー、でも100%その答えはですね、うん、そんなものが権利になるなんて思ってませんでしたっていうことなんですね。 ディフェンスにもなるしオフェンスもできると攻めと守りを兼ねてるってことなんですねまだ言うと広広告告ににももななりますよ、ね、広告にもなる、うん、特許を持つ企業と、はい、持たない企業の営業利益率を出してるんですけれども中小企業がですね、えー、特許を持たない企業は3.35%これに対して特許を持っている中小企業の利益率が4.3。はあ だいたい1%パーぐらい違うんですね、うん、なるほど考えてみれば当たり前ですよね、うん、よそにない商品よそにない技術持ってるわけですから利益率もそんなに高い当然利益率高い、うん、で面白いのはですね、はい、同じ統計で大企業の場合が、はい、特許持ってない企業がですね利益率が3.91に対して、はいえー、持ってる企業が4.48そんなに差がないんですねそんなに差がないんですよ、はい 中小企業こそ資材を活用することで高収益企業になれると、うん。なるほど。当たり前じゃ当たり前なんですけどね。いやでも我々にとっては目から鱗ですね。<laughs> うん、中小企業ほどそういういわゆるその武器がたくさん眠ってると。そう。は<ー>眠らせたままだったらその武器にならないし、うん、意識の問題としてですね。はい、確かにあの経費がかかるんですけれども、失敗、はい、費用をですね、投資的な経費と考えるのか。うん コストと考えるのかによって、やっぱり違うと思いますよね。あくまでもこれ投資であり、将来の収益を生むための、うん、原資なんだと極端に言えばね、1億円かけても2億円の利益があればいいわけですよね。はい い時に30万ぐらいをイメージされ特許はですね一生、ねえっと、が1 2三3万から万、うん、商標がまあ,あの類の多い少ないでもよりますが、うん、まあ10万切るぐらい<ー>お金いるんだけれどもそれはビジネスの進展具合を見ながらとか、はい、そういうことでやれる、はい、確かになるほどまあだからそれぐらい要するにビジネスを勝ち抜いていくために。うん ね非常にやっぱり大事だと私は思うんですよね確かに先生、うん、今日はまず知的財産の全概要について大変勉強になりました <laughs> また次回以降もよろしくお願いしますありがとうございました